ハミコロ村に新しいハミキャラがやってくるからだよ。おお。っていうかもう来たよ。おお。それ猫です、それ猫です。お決めはそれや、そり猫。やめてよ。俺の脇毛見て、俺の脇毛見て。あ、やめて。お、俺な、お、俺な、お、俺な脇毛見て、俺な脇毛見て。意味が不明だよ。な、な、なんだよ。なんか面白いこと返せよ。つまんねえな。どうせ僕はユーモアに欠けるよ。顔上げて。え？それそれ背中それ、それそれ顔上げて、それそれ元気出して、それそれ脇毛それ。君思んないけど他にいとあるはず。それそれスマホ見てる人も、それそれ救世主も、それそれ自由な人も、それそれ脇毛それ。君マジしょうもないけど悪いやつじゃない。それそれ背中、それそれそれ顔、なんかケツくせえわ。明らかに違うよ、ホメルちゃん。ここはおケツの世界、ケツ界だよ。ケツ界？ケツ界はケツが割れたりケツ界ってなる恐ろしい場所さ。っていうか一体いつになったら人間界に行けるのよ、このバナナ野郎。ぼ、僕のせいじゃないよ。ケツ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 、よく来たな、ホメル。お前は？あと飯を。わあ、かわいい。ケツ名詞ね。俺は吸血鬼、ホメル。お前は俺のケツ界に閉じ込めた。お前たちの血液吸わせてもらうぞ。さすが褒める、とっさの血弾力見事だ。でも猿の血弾力がなくなったわ。僕のおケツで遊ぶのやめて。猿のケツよく伸びてて素敵ね。おケツを褒めてどうするの。きっと猿は褒めて伸びるタイプなんだね。そ、そう。ケツがすごい伸びてる。おケツ。ティーバックも。さあ空き地で遊ぼう。イエイ、パンツグイグイ。楽しい。気持ちいい。いや、そんなことやるために来たんじゃないでしょ。あ、そっか。バットもあるし、グローブもあるし、ボールもあるし。さあやろう。パンツグイグイ。楽しい。気持ちいい。だから違うって。オラオラ。わ、ガキ大将だ。この場所を俺たちに譲れ。いいから出て行けって言ってんだ。ほら。遅すぎてあくびが出るぜ。後ろ。くらえ。必殺。パンツグイグイ。楽しい。気持ちいい。攻撃になってない。え？パンツグイグイやりすぎると破れる。パンツグイグイやりすぎるとはみ出る。